2008年、ジョアン・カンペールハイ FC、バルセロナ戦でのパレルモ・マルティン・パレルモは、アルゼンチン・ラプラタ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。パレルモは、イタリア南部に多く見られるせいで、自身も、同国からの移民の子孫であり、イタリアの法律により、同国籍を保有している。 地元のエストリアンティスでラプラタでキャリアをスタートさせた。1997年にボカジュニアーズへ移籍すると、実力を遺憾なく発揮し1998年前期、リーグでは20得点を挙げて、得点王となった。さらに南米年間最優秀選手賞に選ばれるなど、ボカファンのアイドルとなった。キャリアのハイライトは2000年に行われたトヨタカップ、レアルマドリード戦。 開始3分で、先制点、前半6分には、追加点を奪う活躍で、ヨーロッパ王者を下し、同大会の MVP に選ばれた。2001年に、スペインのビジャレ・アル CF に移籍した。2001から02シーズンのコパデル・レイ、レバンテ・ユ d ディ戦で、スタンド最前列の壁が崩壊した事故に巻き込まれ、残りのシーズンを棒に振る、大怪我を負った。2008年8月、 右膝十字人体を負傷する大怪我を負った。2011年6月、現役を引退。2012年2月には、長年在籍したボカジュニアーズのホームスタジアムであるラボンボネーラで引退試合が行われた。ボカでの通算得点は236で、これは同クラブ歴代1位の記録である。アルゼンチン代表では、 コパアメリカ1999のメンバーとして初招集。同大会で3得点を記録したが、コロンビア戦にて PK を3本蹴って3本失敗という近代サッカー史に残る陳事の主役となった。これが直接的な原因ではないものの以降は代表とは縁がなかったが、2009年4月17日、ディエゴ・マラドーナ監督によって5月20日に行われる。 新善試合に招集されることが発表された。同年9月30日の新善試合、ガーナ戦では復帰後初得点を含む2得点を決める活躍を見せた。続く10月10日の W ハイ予選、ペルー戦では後半ロスタイムに値千金の決勝ゴールを挙げた。2010FIFA フフワールドカップ代表メンバーにも選ばれ、グループリーグ第3戦のギリシャ戦でワールドカップ初得点を挙げた。 現役引退後は指導者に転身。2019年1月22日には、リーガ MX の CF パチューカへ招聘された。アペルトゥーラ2019でリーグ9位に終わり、11月24日に退任することが発表された。2020年11月27日より、CDP クリコウニドの監督に就任し、シリ一部リーグで再び指揮を取ることとなった。 ありがとうございます。